おはようございます。11月18日、おマイナス2度 71% です。湿度が高いとあんまり寒く感じないんだな。昨日すごい久しぶりにメッセージをもらって、僕の YouTube 動画を普段見てくださってて、で昨日おとついの、女子大生の吉野さんが来た時のインタビューの動画を見て、多分あれですね、ソーシャルネットワークのこうあり方だったり、その中での交流の仕方が変化してきたっていう話に触発されたんじゃないかと思うんですけども、それで連絡いただいてすごい久しぶりで嬉しかったです。今シーズンは残り少ないですけど、一回は釣りに行きましょうかっていう話もできたので、いやこれも本当に動画やっててよかったなと思いました。例えば Facebook だったりすると、誰がどう反応したか、もしくはしないかっていうのが割と明確に分かるんですけど、動画はまあ実名に近いか、もしくはその人だって知ってるアカウントじゃないと、まあ、コメントしてきてくれた時にしか分からないので、高評価だろうが低評価だろうが誰がしてるのか分からないから、そこがすごくいいんですよね。今ちょっと2時間もう本当にびったり2時間の対談の動画見てたんですけど、後で概要欄に貼っておきますけど、社会学者の大沢正知さんと橋爪大三郎さんの、対談で、これはねちょっととてもじゃないですけど、どういう対談だったかっていうことが要約して伝えられるほどの力が僕にはないんですけど、ものすごくこうエキサイティングな対談で、2時間もう頭の中が熱を発して、飽きることなくですね、興奮しながら見てました。概要欄に貼っておくんで、ぜひ見てみてください。もう僕はちょっと2人の対談が思ったよりも、対談集ですね、本が思ったよりも出版されてたんでびっくりしたんですけど、10冊とは言えないけど6冊か7冊ぐらいあったかな、全部買いました。全部購入して申し込んだので、ドカドカドカっと届き始めるかな。まああんなの連続で読んでたらちょっと熱が出そうだけど、まあすごい。肝別川と尻別川の合流地点、結構水の量多いですね。でも周りがもう草木が枯れてるので入りやすそう。やっぱり今年は秋長いですよね。もう10月の半ばも、11月の半ばも過ぎて20日になろうとして、全く季節がない状態。最近は大まかな編集を、9割方編集をそのダヴィンチリゾルブで済ませて、まあ、今までは 100% ダヴィンチリゾルブでやってたんですけど、で書き出した動画をAdobe のプレミアプロで読み込んで、音声の書き起こしをつけて、テキストつけて書き出したのを上げるようにしてるんですけど、そうだんだんコツというか、どういうものが正しく書き起こされるかっていうのも分かってきたし、やっぱり文法的に正しいものの方が、滑舌ももちろん大事なんですけど、文法的に正しいものの方が正確に起こせるのと、あとね、あれ多分あれなのかな、よく分かんないけど、 Siri みたいに一旦音声データをクラウドサーバーに上げて、で学習してるのかな、冒頭のいつも気温を読んで、今日は例えば2度の 68% ですとかって言った時に、
最初の頃はその 68% っていうのが全く書き起こせてなかったのが、今はもう問題なく、何回ぐらいだったかな、5、6回やったらもう完全にその言った通りのまま起こせるようになって、精度がどんどん上がってきてるんで、まあでもそうなんでしょうね。今時は技術的なことはよく知らないけど、いやー本当はでもそんな編集ソフト複数使いたくないから、どっちか一本化したいんだけど、プレミアプロももちろんすごくいい編集ソフトだと思うし、他にもなんかいろんな技術機能がついてるみたいだから、また戻ってもいいんだけど、戻ってもいいなと思いつつ、触ってるとやっぱり忘れてるんですよね。最初の頃もそんなたくさん技術を覚えてたわけじゃないけど、これは難しい問題だな。両方使う必要なんかないですもんね、理由なんてね。だからどっちかでいいんだけど、どうしたもんか。ダヴィンチに書き起こし機能をつけてくれればいいんだけど。